何が下田沙くんに今日プレゼントあるんですけど。何をマジでほんまプレゼントあるんですけど。はい、いらんわよ、お前そこにあったやん元からガチでプレゼントあるやつ。ガチであるガチで、あの帽子ちょっと取ってくれへん、うん、ごめんな、ちょっと光の加減で、うん、大丈夫かな、いけてるかな、よしよし、じゃあ、やりにくい、俺もこういったらいいんけ、ドローンカメラか、ありがとうございますとりあえずですね、うん、モナリザ君にプレゼント、俺マジ買ってきました。で、ちょっとモナリザに、まあ、俺らドッキリかけられたやんか、うん、服ビリビリに破くドッキリ、うん、かけられて、庶民だいぶ悔しかったやん。だいぶな、だいぶ悔しかったやん。あれもうないし、そう、うん、何倍やった、あれ、あれ、うん、9万8000ぐらい、9万8000ぐらいしたな、確かに、うん、俺もほんま相当ほんま八景とかしてたから、うん、かなり厳しい状況になったけど、まあそれ動画俺の親が見てくれてて、うん、でまあ俺に、まあ、服買いに連れてってくれて、最近、うん、俺一緒にお母さんとラージ買いに行って、でじゃあもうこれ関西にも買ったりやって言って、俺のお母さんがマジで買ってくれてんけど、ガチ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 、それこれラージガチガチガチ、ほんまにほんまにもらおう、ほんまに俺もこれ俺のやで、うん、お母さんが選んだから多分センスは抜群やと思う、マジで、おこれ俺好きなやつや、俺インスタで見とってん、これマジで知ってた、お母さん俺のことフォローしてる、いや出さないそれ、かっこない、全然喜ぶやん喜んでるってマジで、それ一番ダサいなと思って俺買ってきたんやけど、え、うそやろ、え、これかっこよない、え、これマジでかっこいいと思ってるの、え、なんかかっこ、なんかウルトラマン系のなんか線、なん、漢字読まないんだよ、ここら辺、お母さん、お母さんがこれどうよってふざけて、俺マジでそれにしようっ ってふざけたんやけど、ガチで喜んでる、え、俺マジで嬉しいねね、そんなことバカにすんの、それダサいやろ、なんなんそのプレゼントしてくる、一回広げて、俺マジでそれダサいと思って、もう、え、嘘やろ、ガチで嬉しい、え、ほんまに嬉しい、マジで、え、思いっきり嬉しい、万代とかしか行く時しか来たらあかんで、それしかもサイズも合ってるわ、裏、裏なん、裏どんな、裏は別になんもない、なんもないや、あ、お前袖やん、そう、袖のところに、え、渋ない、知らんかった、一回来てよ、一回来てよ、モザイクかけるから、全身モザイクかけてるから今ちゃんとモザイクして、マジマジマジ、あんま動かんわ、マジでモザイクかけてる、入れ墨だらけやから、そんな、あ、言ってない、えぐい、へそんとこえぐい、へそのの入れ墨入れてるやん、なんだそれ、悟空みたいに腹で巻いてるやん、へそのの入れ墨あ、でも似合うな、え、普通にしてもらう、俺こういうなんか遊び心ある感じのいいな、映画好きやから、めっちゃえぐいわ、うん、え、俺マジで、え、ガチで嬉しい、え、ほんまにもらっていい、マジであげる、ほんま、それマジで、え、ほんまにありがとう、ありがとう、これやってみたかったやってみたかった、ずっと見てたね、横ですげえな、え、え、ほんまにマジで嬉しい、モナリザやから似合うな、俺やったら似合わんと思う、ちょっとな、なんか大人っぽい感じ好きやろ、すごいな、エクストララージって何だっけ、超大、俺も読まれへんねん、これ読まれへんじゃん、なんかちょっとな、なんちゃら戦隊、超大珍獣戦隊みたいな、みたいな感じかな、え、いいや、え、ほんまに好き、いい、いいや、俺なんか強くなれる気せんねん、なんかヒーローみたいな感じ、一回シャドーボクシングやってよ、しっ、えばいくん、ん、お疲れです、お疲れ、昨日ね、うん、問題座にめっちゃダサい服あげたんですよ、プレゼント、プレゼントあげたんですけど、うん、それ思いっきりディスってほしいなと思って、俺がもうすぐ来るんで、モナリザの服、モナリザ多分今日それ着てきてって LINE で言ってるんで、うん、それちょっとディスってもらっていいですか、え、もうパッと見てすぐ分かる、賞味知らん、分かるよそれ、プレゼントした本人やろ、モナリザの服がダサい、じゃあ、あげたやつ着てくるからさ、もう、とりあえずその場で脱ぐぐらいもディスっちゃっていい、その場で脱ぐぐらいディスぐらいでいいっすわ、言ったろ、お願いします、だいぶダサいやろな、相当なもんなやろな、来た来た、
お疲れ。お疲れ。オッケー、似合ってる。完璧。見せるじゃん。見せちゃって。めっちゃ見たい言うてたから。何それ。え、これで外歩いてきたの。はい。それで。はい。周りからなんか石とか投げられへんかった。いや、別にいいっすよ。石投げられたやろ、これは。それ石、これチータがついてんじゃん。いや、普通に。え、それ、え、なんかいじめられへんかった。やっぱ似合ってんだ、モナリザ。なあ、めっちゃ渋ない。え、渋いっすよ。それ、なんなんすよ、とこもなんか。えぐいやん。腕にも。腕にもそれつけちゃう。一番ダサいロゴをポンポンポンって何個もアホザラ下げて。どのザラ下げたん。めっちゃ、それはちょっと言い過ぎかな。言い過ぎ、いやでもそのぐらい言えへんと気づけへんやろ、本人って。こうなんて、エマイ君がおしゃれポイント、うん、自分で100やったらモナリザ何っすか。マイナス5億これだけで。え、これが2億、これ3億。もちろんダサい。もちろんダサい。いや、これリアルあのガードからプレゼントしてもらったやつで。うん、それでいいっすか。それをなんかそのほんまのプレゼンターを持ってきた。えっ、面白グッズのコーナーだら買ってんねんけど、面白コーナーのその要はあれやん、一発芸で盛り上げ、今日盛り上げたやばくですみたいなやつ、あのドンキホーテとかで多分2000円で売ってる。え、ほんまに言ってます。いや、ほんまに言ってる。いや、僕結構気に入ってて。気に入るとこ間違ってるやろ、マジで。犬でも気に入っとけ、コンチキショバカが。コンチキショ一回座りや、その目線高いわ、ずーっと思ってたけど。え、でも似合ってると思うけどな。の、no、 うん、これ、後ろ見て、バックプリントはないよな、あったろ、ここまで破ってんもん。よかった。バックプリントないよな。あったらビリビリしてるよ。エマイ君バックプリントあるんですか。バックプリントある。嬉しがった。それも堂々と、それも。あ、かわいい。はい、まあ、別にかわいいと思うんですけど。何それ、なんで書いてん。中国語、まだ中国文字書いてる。超長大円。いや、伸びる伸びる。これ、ちょっと見せて。そんなの、グーンやってないんだ。エクストララージーって書いてるよ。一回マイク聞いてください。これいいやつか。いやいや、ちょっと俺もいじめられるもん。え、何ぼ出されたら来ます。これ5000万、はい、5000万一括でドーンって押されたらシャーなし切る。いやいや、3秒だけ。3秒切ってすぐ出る。え、めっちゃうざない。うざいとかじゃないやん。俺、お前にもっとかっこよくなってほしいから、それ俺アドバイスしたっていうのに。そしたら、ゼラの方がかっこいいで。そう、自分プレゼントされてないから、その言い方よくない。うん、プレゼントじゃない。嫉妬これ。ネタんでるもん絶対。じゃあそれされて逆に嬉しい。いや、めっちゃ嬉しかったっすよ、マジで。ほんまにリアル、僕インスタとかでもこれ見とって。ああ、インスタね。インスタね。で、インスタあげるわ。それダサい、ダサい人発見、ハッシュタグダサい人。そう、いや、バーやんよ。そうでよくないから。そカバーおちょくってるんやったら消してください。いや、ケイセン、ケイさんなんか今カバー出さないですか。これでもめっちゃ強い防御力やから。これはこれかっこよさ求めてる。あー、今モナリザのまだ何求めてるんですか、それ。これダサさ求めたやろ。いじられたくて今日着てきたみたいな感じだろ。あとこれと。でも可愛いけどな、もうなんか100ポイントって抜くっすわ。あー、まあ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 、そう、まだな、なんかな。でももうなんか入れ墨と色もあってもんな、青と赤。うん、入れ墨ともなってるから、そのタトゥーとも。え、もうそれファンデーション消したら。いや、カラコンつけてます。今つけてない。そりゃそりゃそうっす。は、え、目見えてないでしょ。カラコンって何言ってこいつ。カラコンちゃうっす、あの頭コンタクト。普通のコンタクトやろ、はい、つけてるよ。つけてますよね。うん、可愛いけどな。何それ、もうなんか、え、ほんまに可愛いな。俺は可愛いと思ってる。最初ダサいと思ったけど、いや、モナリザ着てるから可愛いなっていう。そう、モナリザブランドが。なんか、なんかワニの子の皮で作ったん。ワニの子の皮入り込んだ。ワニの子の…マジでこれワニの子やろ。ワニの子やもん、ヨウみたい。俺ワニの子ハッサムじゃなくなってるやん。ワニの子なってるやん。え、なんなんすか、マジで。ちょ、もうワニの子もさ、その抜け人も仲良くせえよ。抜け人って言っていいや。ちょ、もうワ
りの子もさ、その抜け人も仲良くせえよ。抜け人って言っていいやん。ワニの子と抜け人言うていいやん。多分勝つで、ワニの子に抜け人は。